レアル・マドリードに所属する29歳の MF ルーカ・バスケスに、カタール行きの可能性が浮上、しているようだ。スペイン、マルカが、現地時間13日、報じた。今シーズンのレアル・マドリーはダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試しみ、中、2007年からマドリーでプレーするバスケス。マ・リーとは2021年まで契約を残している。主にウィッグでプレーするバスケスは、ロドリゴ・ゴエやビニシウス・ジュニオールなどの若手、台頭で、出場機会が減。昨季は公式戦23試合の出となっている。同メディアは、カタールからメオファー届いたと報じ、バスケスのマドリー、ダンの可能性について言及した。オファーのつまびらかについては明かされていないが、数日以内にダンをすることになるという。もし、バスケスボンが移籍を希望すれば、マドリー側は移籍を姿するようだ。また、ナポリやトッテナムなどもスケスに興味を示しているというが、正式なファーは届いていない様子。果たして、バスケはカタールのクラブへ移籍することになるだろうか。りょう。